このまま押しちゃいますね。はい、はい、多分、はい、皆さんチャンネル映ってこられましたでしょうか。こちら見えてますでしょうか。いかがでしょうか。ちょっと最初もしかしたら広告等が入ってるかもしれないので、少しこのまま、お待ちいただけたらと思います。待ってくださいね。私の方のスマートフォンの方でも確認したいと思うので少々お待ちください。あ、つながっているようですね。皆さん映っていますでしょうか。もしよろしければコメント等いただけたらと思います。つながっていると信じて、はい、We are all human beings 後半の配信をここから始めたいと思います。今回のテーマ改めてですが、ヘイトスピーチと外国人差別に対抗するためにということで、長年ヘイトスピーチに、そして多文化共生について、まあ、活動されてきました山田孝夫さんをお招きして本日解説いただきます。改めまして後半もよろしくお願いします。こちらこそよろしく。はい、では後半の方ではですね、まあ、前半の方にいろいろお話しいただいた流れの中で、いわゆるこのヘイトスピーチ解消法について、まあ、ちょっと先ほども触れてきた部分があるんですが、うん、このヘイトスピーチ、ヘイトスピーチ解消法、法律の方では仮にヘイトスピーチだよと認められた場合でも罰則とかっていうのはないんですよね。はい、これは、まあ、いわゆるこう理念法と言われて、全文で、ヘイトスピーチは許されないものという規定はあるんですけども、禁止だとか違法であるだとか、という言葉もなくて罰則もありません。で、まあ、差別的言動だけに、まあ、限定された内容の法律ということになってますね。こういう法律がもちろんないよりある方がいいに越したことはないと思いつつ、その罰則がないことでのなんかこの、はい、課題といいますか、そういった部分って何か感じる部分はありますか。結局、そうですね、まあ、禁止規定がないわけなので、これによってヘイトスピーチによって被害を受けた人は、もう冒頭で言ったように裁判で訴えるしかないわけなんですけども、うんうん、まあ、その時にこのヘイトスピーチ解消法があることで、ここに書かれているそのヘイトスピーチの規定に該当するから、まあ民事訴訟だとかですね、損害賠償請求の時のまあ根拠にはなりますけども、この法律に基づいて刑罰を食らうということにはならないんですね。なるほど、はい、これ実際こうやって見ていると、先ほども少し触れましたが、この本邦外出身者、日本以外の国や地域からの出身者と、その、まあ、子孫で適法在留者に限定されているということで、はい、いわゆるその難民申請者の方とか、はい、まあ、在留資格がない状態の非正規滞在の外国人の方たちは対象外、はい、なんだかここもこうやってこう区別されているのがとっても不思議でならないんですが、はい、この問題でやっぱりこう特にやっぱりこう強調したいのは、あの非正規滞在の方ですよね、うん、難民認定の申請中の方だとか、あるいは、申請途中で仮放免許可を受けている方だとか、それから、オーバーステイになっている非正規滞在者の方もそうなんですけども、でそういう人たちを除外するということで、ヘイトスピーチから守られないというだけではなくて、そういう人たちそのものがその日本の国内法でなんか人権を守られなくてもいい人だという、そういうこうレッテル貼りに使われてしまってる、もう不法滞在者だから人権ないんだよということを間違ったメッセージを送ってしまってる、やっぱそこが一番大きな問題だと思いますね、ここから出てくる問題としては。本当におっしゃる通りですね、実際今私がその難民申請をされている方とか、はい、仮放免の状態の方たちの取材をしているんですけれども、はい、そういったものをこう発信していく中で、やっぱりその
その苦しい状況だから、はい、まあ、SOS を出すわけですよね、はい、当事者の方たちは、はい、それを伝えるとそんなに嫌なら日本から出ていけよ、はい、祖国へ帰れ、まさにさっきそのヘイトスピーチとして認められるような言葉、はい、ものすごく投げかけられていたりそういうコメントが来たりするんですが、いわゆる今の話だと、まあ、彼らに対してはそれが、はい、まあ、当たらないと、はい、それに対してものすごくおかしいんじゃないのかっていうのは、はい、まさに今お話を聞いていて私自身も思いました、はいはい、でそれはね、そのヘイトスピーチをする人だけじゃなくて、例えばその非正規滞在者に対してなんか基本的人権が守られていないというのが、例えばこう自治体の中でも起きるんですよね。例えばコロナワクチンの注射もそうですけど、非正規滞在者の場合は住民登録がありませんから、もうその人たちはしなくていいんでしょうみたいな、そういう、こう感覚がやっぱりこう蔓延しちゃってて、本当は感染症対策だからやんなきゃいけないし、受ける権利があるんですけども、そういうこともなんか知らない実際の職員もいたりするという、うん、そんなことまで出てくるんで、やっぱりその非正規滞在者の人権、守られるべき権利がいくつかもちろんあるんですけども、なんかそんなことも知られてない状況に追いやってることが、もう繰り返し言いますけど、そこは問題だと思いますね。まあ、少しだけちょっと話はずれてしまうかもしれないんですが、はい、その仮放免の方たちとかお話を伺っていると、はい、その仮放免許可証みたいなものを、はい、まあ、職務質問とかするときにこう、はい、まあ、見せると、はい、そうなるとその警察官だとか、例えばそれが窓口、役場の窓口とかにいたとしても、はい、仮放免って何ですかって、そもそもそのご存じない方がやっぱりいると、はい、まあ、なんかそうなってくると、はい、そのやっぱりいわゆる役場 の, その職員の方たちとか、はい、そのまあ公務員の方たちに対しての、はい、意外とその在日外国人に対する、はい、いろんな制度があって、はい、こういうなんかあの状態の方がいるっていう教育とかっていうのがあまりなされてないのかななんて、はい、さっき聞いて思っていたんですが、はい、現場にいらっしゃった山田さんとしてはどのようにお感じになりますか？まあ、私が現場にいたのはもう10年前になっちゃうんで、ちょっと今とは違うと思うんですけども、ちょっとどこまで、研修が行き届いてるかはちょっとすいません、そこは今分かりません、私には。はい、ごめんなさい。なかなかそこの部分、あれもう少しこう浸透すればいいのになっていう方たちの声もありますからね。はい、で実際ちょっとじゃ川崎市の話にちょっと戻っていきたいと思うんですけれども、はい、先ほどのそのヘイトスピーチ解消法の方では、まあ、罰則っていうのはない、はい、一方で川崎市で作られた条例っていうのは罰金が導入されているっていうところが、はい、まあ、一つ画期的な部分なのかなと思うんですが、はいはい、一方その課題っていう部分は何になるかお伺いできますか？はい、そうですね、まあ、罰則をつけたというのは、やっぱりもう何度も何度も駅前でヘイトスピーチがあり、そういう、こう多文化共生を進めてる施設に対して脅迫状が送られてくるだとか、そんな事件が連続して起きましたので、まあ、市の職員から見ても条例作る市の側からしても、もはや啓発とか教育だけでは、規制できない、やっぱりその罰則をつけないと、抑止力にならないという判断があったというのが、まあ、残念ながらそれだけのたくさんの立法事実があったという、ことになりますね。実際今じゃあ、資料の11枚目ちょっとお取りいただけますか。ここが今のその条例の課題として挙げていただきました、はいはい、改めてご説明いただけますでしょうか。はい、まあ、前半のところではそのトータル人権の尊重ということは言われてるんですけども、うん、その罰則の適用になってるのは、いわゆる本邦外出身者とその子孫に対する、うん、差別的言動、ヘイトスピーチだけが、対象になってますので、はい、いわゆるその就職差別だとか入店拒否だとか、うん、住宅の入居拒否だとか、そういう、こう差別待遇のことは問題にならないし、あ、そうか、もう言動っていうのは本当にその言葉だけなんですね。はいはいはい、あ、なるほどなるほど。でそれと、まあ、インターネット上のヘイトスピーチについても、うん、これもその刑事罰の対象にはならなくて、うん、ただ拡散させてはいけないということで、
こういう悪質なものがありましたよということで市が公表し、でインターネットの運営会社に削除要請をする、うん、まあ、そういう取り組みはやってますけども、はい、これでもその公表と削除要請刑事罰には対象にはならないんですね。ならないんですね、はい、これ時間もすごいものすごくかかりそうだななんて思うんですが。そうですね、うん、でその刑事罰の対象になるということも慎重な手続きを踏んでますので、うん、1回やって審査会にかけて、これは該当するということでやめなさいという勧告を出し、うん、でさらにその6ヶ月後以内にもう1回やった場合に中止命令を出し、うん、でさらにその6ヶ月後先以内にまたやった場合に、公表し罰則の適用になるということになりますので極めてこう慎重な手続きを踏んでます、うん、だから厳密に言うと6ヶ月と1日後にやった場合は2回目としてカウントされないんで、ね、あーなるほど、うん、ちょっとなんか抜け道みたいな感じに抜け道なところもありますね、うん、であと問題なのはやっぱり、まあ、先でも言いますけども、はい、その刑事罰対象になるかどうかというのが、まあ、その悪質なヘイトスピーチなんですけども、うん、まあ、それには該当しないけど、やっぱり差別発言だよねというものがやっぱりありますよね、うんうん、でそれに対する対応が非常にちょっと残念ながら緩いというか鈍いと言いますか、うん、どうしてもやっぱりそのまあ、サッカーでいうそのレッドカードだけがやっぱりこう注目されて、それに当たるかどうかを審査しということになりますので、いわゆるイエローカード的なものについてはなかなか教育啓発のところにうまくつながっていかない、ヘイト条例違反になるヘイトスピーチではないけれども、うん、やっぱりそれは間違った差別だとか、うん、憎しみを扇動するような言葉だから、うん、それはやめなさいよというような、そういうこう市からのメッセージがなかなか伝わらないという問題がありますね、うん、そういう部分もね。あとさらにねここにも書かれてますけど、はい、そのネット上いわゆるそのヘイトスピーチ、実際リアルの場でのヘイトスピーチ、はい、はもちろんですけど、やっぱりインターネット上でもすごい差別的な発言だったり、はい、まさにそのヘイトスピーチにまで当たらないけれども、はい、人をこう侮辱する、侮蔑する、はい、傷つけるような言葉、すごい溢れかえっている、はい、でこういったものをなんかこう見逃したままでいると、いわゆる最初言ってましたヘイトクライム、はい、犯罪の方にもつながる恐れがあるんじゃないかと思います、はいはい、そこに関してはどうでしょうか。そうなんですね、これがやっぱりなかなか難しくて、結局その個人で受けた場合ですね、まあ、例えばその川崎で集中的にヘイトスピーチ、ネット上で攻撃を受けてるふれあい館の館長の千恵さんという女性がいるんですけど、うん、まあひどい時にはネット上で名前を入れると2000万件に上るという書き込みが来ていた時期もあったんですけども、うん、で結局やっぱりこう決して本人が裁判で消してもらおうとすると発信者を特定しなきゃいけないんですね、うん、加害者を、はい、それを特定するためには発信者情報開示請求というまず最初の裁判を起こして、でそこで勝って初めて発信者が特定できて、うん、加害者が特定できて、でそれからその損害賠償請求の裁判ということになっちゃうわけですよね。その開示請求の判決が出るまで、うん、はい、提訴してからってどれぐらいで出るんですか。そんな、まあ、かなり今までは今度法改正つい最近になった早くなったんですけども、はい、早い場合は数週間とか、まあ、6ヶ月ぐらいの以内にできるようにはなってるんですけども、うん、以前の場合はやっぱり1年2年単位の、かかりましたよね。じゃあ1年2年経ってやっとその発信者が分かって、そこからまたじゃあその人に対しての損害賠償請求の裁判を起こす。でそこが結局判決出るまで今度そっちの方はかかりますよね。2年3年かかりますよね。あ、これやっぱ2年3年かかる、うん、だからその何一つの、まあ、同じ人のその書き込みにその人に対して損害賠償請求をするまでに、はい、だからもう最長だと5年とか、はい、5、6年とか、はい、
かかってしまう、はい、これをでも結局やられた側の方がやらなきゃいけない、はい、全てそれを負ってるわけですよね、うん、だからそれをまあ救うためにあの本人が川崎なら川崎の市民が川崎市に訴えて、うん、で川崎市がインターネット上のヘイトスピーチだというふうに認定すれば、うん、市が本人に代わってインターネット運営会社に削除要請はするんですよね、うん、そういうまあ救済の道は開かれたんですけども、まあ、あのそれもやっぱり市は非常にこう慎重に厳格に運営してますので、通算すると確か67件ぐらいしかまだ削除要請できてないんです。さっき言ったのも何万っていうような数がある中で、はいはいはい、うん、それだけやっぱりすごくこういくら法律が整ってそういう裁判をするとか救済措置があったとしても、はい、すごく本当に少しずつ少しずつっていうところっていうのが現状ってことですね、はいはいはい、で先ほども言ってましたこのヘイトクライムについてもですね、はい、ぜひちょっとご解説いただけたらと思います、はいはい、でやっぱりあの今は非常にこうさっきのあの成人式にチマチョゴリを着ていくのがためらうという問題を紹介しましたけど、やっぱりなんか今はもう暴力的な危害を受ける、そんな心配もせざるを得ない、状況になってきてますね、かつてはその韓流ブーム、冬ソナ以来の韓国ドラマが非常にこう流行った頃は電車の中で韓国語のテキストあげても全然問題なかったし、うん、結婚式にチマチョゴリを着ていくのも何でもなかったわけなんですけども、うん、まあ、それがだんだんしづらくなっちゃって式場に行って洋服からチマチョゴリに着替えるという、まあ、そういう、こう韓国人朝鮮人の結婚式がもう一般的になってきましたよね、うんうん、で、まあ、そういうことが起こってきてます。でそれは、ね、今表に見たように、まあ、特に、外国人だけではなくて記憶に新しいのは相模原やまゆり事件で、障害者が19人でしたっけ、うん、殺害されるという事件が起こりましたので、外国人だけじゃなくて障害者も含めて、うん、ヘイトスピーチから行動に移す人がですね出てきてる。それもやっぱりそのインターネット上の書き込みを見てそれを信じて動いてしまった、うんうん、それをこう行動に移してしまうという人が出てきてることを考えると、やっぱりインターネット上のヘイトスピーチ対策、これも大変急がれる問題だというふうに感じてます。今チャット欄の方にいろいろコメントをいただいています、はい、やっぱさっき の, そのヘイトスピーチの対象という部分が限定されているのはちょっと納得できないよね、はい、まあ、難民の方を除外すること自体が無言のヘイトスピーチだと思うっていうようなお話ですとか、はい、まあ、そのさっきのすごく長い期間かかる裁判ですけれども、はい、まあ、期間だけじゃなくて費用負担も大変じゃないですかね、はい、被害者の負担が大きすぎますよね、はい、精神的にも金銭的にも大きな負担になりますね、はい、っていうようなコメントが来ていました。であの今日のですね、実はこのヘイトスピーチと外国人差別に対抗するためにというテーマでお送りするにあたって、はい、まあ、私自身のちょっとこう反省がありまして、はい、それもちょっとその経験も含めてですね、はい、ちょっとお伝えしたいなと思っています、はい、というのも先日ですね、そのツイッターの方で関東大震災における朝鮮人などの虐殺事件に私が触れました。でその際にそのヘイトスピーチなどの差別発言をする人たちの発言を、まあ、紹介そのツイッターの中でしたんですけれども、そこでその発信を私が止めてしまっていたんですね。でその後、まあ、いろんな方からご指摘をいただき、まあ、どういうご指摘だったかといいますと、彼らの言葉を打ち消す情報もちゃんと付け加えないとただ差別発言を拡散したことになるっていうようなことだったんです。で私自身がですね、すごくこうこれまで日本に暮らす外国の方たち、難民申請者や、まあ、仮放免の方たちの取材をしていて、まあ、彼らが声を上げるその権利はもちろん守られるべきだし、差別なんてもってのほかだというような思いを持ってずっと発信をしてきたとこのちょっと甘えがあって、その投稿 の, あの流れの中でそういった部分の私のメッセージも含めて打ち消す情報と私が何のためにその投稿したのかっていうことを入れなかったっていうことがあったんですね。でそのご指摘をいただいて、きちんとその後自分の私自身の考えメッセージっていうのを投稿して、
でまたそのさらに後日きちんとこう調べた上でその差別的な発言っていうのはきちんとヘイトスピーチであるっていうようなことですとか打ち消すような情報根拠も含めて明示した発信をしました。でこの件がちょっと私自身本当に大きな反省をしましたし、その責任、自分がその思わぬところでその差別的な発言を発信する側になってしまっていたっていう、その責任を重く受け止めたんですね、はい、で、ある意味その発信の仕方を見誤れば差別に加担をしてしまうということになることも自覚しましたし、はい、そういう意味でもこのヘイトスピーチに対してきちんとこれはヘイトスピーチであって差別発言ですと、で決して許されるものではないんだっていうようなはっきりノーをこう突きつけていくっていうその必要性を私自身ものすごく実感しました、はいはい、そういう意味でも今後もきちんとそういう発信をしていくことと、はい、まあ、それを責任として出していきたいと思うんですが、はい、まさにこのヘイトスピーチをする人たち、外でこう大きな声で拡声器とかを使って話している現場見たことありますが、カウンターと呼ばれる方たちが、はい、まあ、プラカードを掲げてこの発言は差別発言ですっていうことを出したり、はい、あとはそのヘイトスピーチが周りの人たち、当事者だったり、まあ、そうじゃない方も含めて聞こえないように大きな声で書き消すっていうような行動をしていると思います、はい、この行動、いわゆるカウンターの方たちの活動の意味、はい、意義について改めて教えてください、はいはい、やっぱりこういうヘイトスピーチの戦いっていうのはやっぱりこう現場でその場で、抗議をするというのがやっぱりとても大切で、まあ、一つはもう勝手気ままに好き勝手なことを言わせないぞというね、必ず監視して、批判をする勢力がここにいるんだということをやっぱり見せなきゃいけないということでやっぱりこう現場に立ちます、うん、でもう一つは、そこに特に駅前なんかでやりますから、必ずやっぱりこうマイノリティと呼ばれる人たちがそこを行き来するのは当然考えられるわけなので、その見苦しいヘイトスピーチをそのマイノリティの人たちに聞かせるわけにいかない、聞かせたくないという思いがありますので、物理的にやっぱりこう音をかき消す、その努力もやっぱり必要だと思います、まあ、確かに騒々しくて、非常にこうボリュームもたくさん大きくなって通行人にとっては非常に迷惑なことかも分かりませんけれども、どっちもどっちじゃなくてやっぱりヘイトスピーチがされてる現場だからそれを書き消すための取り組みなんだということをぜひやっぱりこう理解をしていただきたいと同時に、やっぱりこうプラカードだとか横断幕だとか、チラシを配るということでヘイトスピーチのどこが間違ってるかということを、まあ、私たちなりに指摘していますので、まあ、ぜひそういう現場に出くわしたら、そういったチラシを受け取って何が問題なのかというのをぜひ、考えていく、きっかけにしていただきたいなと思いますね。おっしゃる通り、やっぱりその映像をね、もしそのニュースとか、はい、まあ、ドキュメンタリー等々で見たことある方は、はい、その同じぐらいの大きな声でこう対抗している人たちを見た時に、はい、なんかこうなんかどっちも怖いなって思ってしまう方ももしかしたらいるかもしれないんですが、はい、今山田さんがおっしゃったように、はい、そのカウンターの方たちが声を出さないと本当にその差別発言が筒抜けになってしまうから、はい、声には声でこうかぶせてやってる、はい、ということなんですよね、はい、うん、そこをぜひちょっとご理解といいますか、はい、まあ、こういう背景があるからそういうことにつながってるっていうことを、まあ、知っていただきたいなという思っています、はいはい、で先ほどもですね、ちょっと触れましたが、やっぱり、コメントの方にもですねたくさんありまして、その仮放免とかいわゆる適法在留者という方には当てはまらない方たち、その非正規滞在の方たちを、その不安定な状況でいる人たちに対してものすごくこう排外的な考えを持っていたりだとか、はい、まあ、そういうような人たちがたくさん、まあ、たくさんといいますか少なくないなというのは正直実感しています、はい、その彼らの SOS を書き消すように、はい、ある意味あえて、まあ、言いますけど、はい、ヘイトスピーチでそうやってこう排除していくような動きがありますが、この点国際人権規約等に照らしてですね、山田さんはどのように感じていらっしゃいますでしょうか、はい、そうですね、まずやっぱりこう日本人の場合はまず国籍で分けてなんかそれで当たり前、外国人だから日本人と同等の権利がないのが当然でしょうという感覚が長らく、
形成されてきて、でしかもその外国人は外国人でも適正な在留資格がないとさらに権利が守られなくても当然でしょうみたいな感覚がやっぱり残ってしまっているのがやっぱり大きな問題だと思います。でやっぱり国際人権規約だとか人権規約だけじゃなくて人種差別撤廃条約だとかいろいろあるんですけども基本的に例えば社会保障を受ける権利なんかで言えば条文では全部全てのものはって全てのものの権利という言葉で書かれていまして、はい、国民はじゃないんですよね、うん、でそういう意味では国籍に関係なく、社会保障を受ける権利を認めるというのが、まあ、これがグローバルスタンダードになっているということをまず基本的な、こう常識としてできればやっぱり身につけていただきたいですね、うんうん、それからやっぱり下に書きましたけど人種差別撤廃条約ではその差別の禁止のことを書いてますけど、はい、やっぱこう差別をなくすのが、国の責務だということをここでは書かれているわけなので、国だけではなくて国も自治体も地方自治体もそうですねやっぱりこう差別の撤廃禁止というのを進めるというのは、当然の責務としてこうやんなきゃいけないということでもっと自治体なんかでは、責任感といわばそのなんて言いますかね責務として、うんやってるんだということをなんかこうもっと誇りと自覚を持って、うん力強く進めていっていただきたいなという気持ちがあります。ございます。今いくつか質問が来ていたので、はい、ちょっとご質問したいと思うんですが先ほどの裁判の件だと思います、はい、直美さん被害者の負担を加害者に負担してもらうことはできないのでしょうかっていうご質問来てました。それはやっぱり民事訴訟の場合は被害を受けた人が、損害賠償請求、うん、名誉毀損だとか損害賠償請求という形で裁判を起こしますからそれはやっぱり被害者でないと起こせないですよね。勝った場合はその裁判費用は、うん、もちろんその被告の方が受け持つことにはなりますけども金銭的なその部分というところは、はい、勝った場合はってあります、はいまあね、補填されるというか払われるということだと思うんですが、はい、結局使った時間だったり、はい、その労力という部分はもう被害者の方たち、はい、周りの支援者の方も含めですね、はい、それを負うことになる、はいうん、そういうことですね。そうですよね。で若菜さん都内でヘイトスピーチに居合わせましたが大きな声ですごく怖かったので、はい、あの時カウンターの方々がいてくださったらほっとしたかもしれないです。まあ、そういう方もやっぱりいらっしゃいますね、はい、すごい確かにすごい剣幕で話したりとかそのヘイトスピーチの人たちが、はい、やっぱねびっくりしますよね、はい、この一般の方たちも含めて、はいはい、そういった意味でもそのカウンターの方たちのご活動っていうところがどれだけ意味があるのかっていうのは、はい、今日の配信で分かったかなと思います。じゃあ最後にですね、はい、今日テーマがヘイトスピーチと外国人差別に対抗するためにっていうことで、はい、この一人一人私たち一人一人はどのように対抗していけばいいのか、はいね、人によってもちろんその関わり方に強弱があるとは思うんですけれども、はいまあ、それを踏まえてですね、まあ、一人一人ができることあるか、はい、そのヒントをお伺いできたらと思います、はいはい。まずヘイトスピーチというのは本当に悪質だと思うんですね、うん、例えば今現にある差別もなかなかこうなくならない、うんうん、それでもこう非常に、イライラしているところなんですけどもこのヘイトスピーチというのは人に向かって差別をしろというふうに呼びかけてるわけですよね、うん、そういう意味ではこう憎しみだとか憎悪だとか対立を扇動し助長しているということでそういう意味ではその差別問題の中では最も悪質な行為だというのが、まあ私の受け止め方の一つです。でそれからやっぱり差別禁止法がないんですね日本はね。ですから、差別は違法だとか禁止だとかあるいはこう犯罪であるという感覚が育ってないんです。
で、例えば別の事例で、女子大生の医学部系の大学の入学差別事件がありましたけども、あれも、差別禁止法がないから、不利益を受けた当事者たちが損害賠償請求ですよね、うん、それだけでしか請求できないという構造になっていることを、だからその差別が犯罪だという意識が育たないことが一番このヘイトスピーチ問題のネックになっているのかなというのが2つ目の問題ですね、うん、それからやっぱり例えば突発的にヘイトデモがされた時、銀座なんかで無告知での場合はカウンターの人たちもとても追いつけません、そこはね、うん、でそういう意味ではやっぱりそれを見かけた人、そこで起こった地域の人が、法務局に連絡するだとか近くの自治体に連絡するだとか、うん、あるいはこう記録する、そういうことによって証拠を残してこれは紛れもないヘイトスピーチじゃないですかということで、東京都なら東京都で、そういう条例もありますから、うん、そこに通報するということはできますので、必ずこう記録し通報する、そういうことは一個人でもできるんで、そういうなんか積極的な関わり方をぜひ考えてほしいですね。なるほど、はい、もうスマートフォンでその映像を記録して何を喋っていたかっていうと、はい、それで近くの自治体に、はい、伝えるということも一つ大きな、はい、大きなわけですね、はい、ぜひそういうことを、はい、まあ、私たち一人一人、まあ、そもそも、まあ、差別は、まあ、いけないっていうよりもそれも犯罪であるということの認識をきちんと持った上で、はい、そういう積極的な関わり方っていうところもしていけたらということですね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、どうもいたしまして、もう今日の1時間で結構いろいろ勉強になることも多かったんじゃないかなと思います。いつもこの We are all human beings では、うん、まあ、難民問題を中心にお伝えしているんですが、やっぱりその切っても切り離せないのがこのその当事者の方たちに対する、そしてその周りの支援者の方も含めですね、こうヘイトスピーチを浴びるっていうことだと思うんですね。そういった意味でもこの外国人の方たちに対する差別、もちろん外国人だけじゃなくて全ての人に対する差別っていうのはもう犯罪である、そういう、うん、もう強固とした考えを持ってきちんと対抗していきたいなと私自身も思いましたし、皆さんもそういったことを考えるですね、きっかけの一つになればいいなと思っています。では今月の配信はここで終わりになります。山田さん、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、来月の配信でまたお会いしましょう。ありがとうございました。